ジョルジュ・シャルル・クレモン・ギラン・ピールは、ベルギー人の司祭で、第二次世界大戦後のヨーロッパで難民の救済活動を行い、1958年にノーベル平和賞を受賞した。ピールは1932年に終身請願を行って、ドミニコ修道会の司祭に除外され、ドミニク・ピールと改名した。彼は、その後、ローマの教皇調律聖トマス・アクイナス大学で、 進学と社会学を学び、1934年に進学の博士号を取得した。彼は、その後ベルギーの優位にある修道院に戻り、貧困世帯の救済に当たった。第二次世界大戦中アピールは、ベルギーの抵抗組織の従軍司祭となり、同盟国のパイロットの国外への密航を手助けした。彼には戦後、この活動に対して、多くの賞が贈られた。 1949年、彼は第二次世界大戦による難民について、研究を始め、d u リ i e n AU Donnauabek6 万 DP という著書を書き、難民のための組織を作った。組織は難民の家族に資金を援助し、1950年代にはオーストリアとドイツに難民を収容する村を建設した。また主催ではあったが、彼は、 社会活動の際には常に心情を持ち込まなかった。ノーベル平和賞を受賞すると、ピールは世界からの理解をさらに高めるため、平和大学の創設に協力した。後に、平和は貧困が根絶されない限り達成されないことに気づき、発展途上国の貧困者を長期的な視点で支援する非政府組織、平和の島を創設した。このプロジェクトは、 バングラデシュとインドで始まっている。彼は、下下手術の術後が圧迫症で起点したが、彼の死後30年以上経っても、彼の創設した4つの組織が活動を続けている。ありがとうございます。